はい、どうも皆さん、トークパスタの部屋へようこそ。ようこそ。ということで、今日はですね、ペット動画投稿にしかいタブーとも言えるであろう、お金の話をしてみたいと思います。なんで小声になってるんでしょうか。というのも、なかなか、ペット飼ってる方って、いくらかかったのかって話って、あまりしたがらないと思うんですよ。特にまあ、パグチャンネルで、まあ、そういった動画ちょっと検索してみたんですけど、まあ、ざーっと見たところあんまり見当たらなかった、ほとんど。うん。なので、こういった話って結構需要あるんじゃないかなと思って、特にね、このチャンネルって結構もうペット飼っていらっしゃる方とかが割と多いんですよね、コメントとか見てても。なので、もっと新しい、新規だそう。これからペットを飼いたいとか、パグを飼ってみたいとかって興味あるんだよなって方に向けて、ちょっと需要のある動画をお届けしたいなと思って、新しいね、新規のリスナーさんをゲットしようという企画です。題しまして、一人暮らしで初めて犬を飼うと、生後6ヶ月までで大体いくらくらいかかるのはい、ということで、あくまで、これ、うちの場合です。うちの場合は生後2ヶ月でお迎えして、で、パグで、オスで、で、一人暮らしみたいな感じで、まあ大体、まあ、やっぱ性別とか、あと犬種とか、あと住んでいる地域とかですね、でもだいぶ費用って変わってくると思うんで、まあこれはあくまでうちではいくらかかったかっていうお話ということで、参考程度にしていただけたらなと思います。あとざっくりいくらぐらいっていう感じで紹介したいので、細かい数字は省略していこうと思います。例えばまあ、1800円で買ったものだったら2000円みたいな感じで、ざーっとね計算していきたいと思います。ということでね、今ちょっと領収書を漁ったりね、あと忘れてるものを思い出したりなんかしながらね、ちょっと大体でメモってみました。まずはパスタの費用ですね。これちょっとあまりこればっかりはあんまりちょっと僕も言いたくないんですよ。なんで、その当時の、僕がパスタを買った時の相場、だいたいパグの相場ってその時30万ぐらいだったと思うんですよね。で、ちなみに今、パグの相場って相当さらに上がってるらしいです。パグとかテレビとかハナベチャの子の相場が結構上がってて、なんでちょっと今の相場はすみません、ちょっとわからないです。仮に、30万だったとします。で、犬を購入するときにかかるお金って、その個体のお金だけではなくて、まずワクチンのお金、1回目の6種混合ワクチンと、あと乾燥ワクチンっていうのをパスタは売ってました。なんで、1ワクチン5000円かける2で1万円でプラスマイクロチップを、どこだっけな、ここら辺になんか埋め込んでるんですよ。で、それのお金が5000円。で、次に、これはまあなんかする人としない人いると思うんですけど、血統書の免疫変更。これ、してもしなくてもいいらしいです。で、一応パスタはしました。で、1200円。ただ、生後6ヶ月以降になってしまうと3600円かかるそうです。続きまして保険。保険は、うちの場合は月約2000円で、2ヶ月からお迎えしたんで、だいたい、6ヶ月まででかける4ですね、4ヶ月ぐらい。ちなみに保険は結構手厚いのからすごい簡単な安いのまであって、安いのだとだいたい月1000円とかで、手厚いのだもっと手厚いのだと3000円ぐらいかかるんじゃないかな。うちは、まあ、2000円のにしました。あと必ずかかる費用で、市区町村への、登録料。で、うちの地域の場合は、3000円プラス、予防接種済み標高区手数料っていうので500円ぐらいかかりました。なんで合わせて3500円ぐらいですね。という感じで今までのはちょっと登録系みたいな、まとめで。続いてお迎えして以降にかかる病院代ですね。まずは、ワクチン。ね。ワクチンは、まあ、1回、さっきの費用の中に1回目の混合ワクチン含まれてたと思うんですけども、2回目と3回目のワクチンをうちにお迎えしてから行きました。で、うちは6種混合ワクチンを選びまして、あとそれプラス診察料とかも、かかって、全部合わせて8500円ぐらいですね。だからそれを2回打ったんで、かける2。続きまして、狂犬病ワクチン。狂犬病ワクチンも病院でしてもらいました。これも、診察料とか、あと消費税込みで、だいたい4000円ですね。あと、生後6ヶ月になる
ちょい前ぐらいなんですけども、矯正手術をパスタファーしました。でうちの場合は1日入院したんですけども、そういうお金も全部込み込みで約28,000円。矯正手術に関してはそれ以外のお金は全くかかってないです。全部込み込みで28,000円で、フィラリアの予防薬、これが、うちの場合は飲みダニ予防薬と一緒になってるやつを選んだんですけど、それ生後5ヶ月の頃からあげてるんで、あと毎月かかるんですけど、なんで生後5ヶ月からだからまだ1回しかで3,000円、これも診察料込みですね、うん、診察料生後込みで、でうちの場合お迎えした翌日に1回ちょっと健康診断も兼ねてちょっと診察してもらった時と、あと1回パスタのちょっとくしゃみが気になった時期があって、まあ、それのために1回通院して抗生物質とかもらって、それがどっちも確か2000円ぐらいだったんで、今かける2で、まあ、4000円という感じですね。まあ、生後6ヶ月までにかかった病院代はこんぐらいですね。まあね、メスの避妊手術だと結構もっとお金かかったりとかするらしいですけど、まあね、去勢避妊するしないもありますし、まあそこでも変わってくるんでしょうけど、あとこればっかりは地域でもだいぶ変わってくるみたいですね。あくまでうちの地域の場合です、この値段は。続きまして、ペット用品ですね。ペット用品も、まあ人によってだいぶ変わってくると思うんですけど、例えばね、ペットショップで買ったのをアマゾンで買ったらもっと安いとか、あとね、こんなのもう100均でいいんだよみたいなのとかあると思いますけど、あくまで僕が買った値段で計算します。あと僕が買ったペット用品ね、もう全く使ってないやつっていっぱいあるんですよ。ペット用品紹介っていう動画、以前にアップしたことあるんで、それ見てもらえればわかるんですけど、それは入れないです。はい、あくまで普段ちゃんと使ってるものを、これ計算します。まずはケージ、ケージ見えるかな、これですね。これが、まあ、通販で買ったんですけど、まあ、約12,000円、まあ結構大きい、この大きさにしては結構安い値段で買いました。これ楽天で買いましたね。でトイレは最初のリッツェルっていうメーカーの、ちゃんと囲いのあるちゃんとしたトイレを、2500円で買ったんですけど、これがパスタ結構お気に入りじゃなくて、そこでトイレしてくれなくて、結局ダイソーで買った400円の、平べったいトイレを2つ、使ってました。このだからリッテルのトイレの値段は入れないです。ダイソーで買った400円のトイレ2つ、800円。続きましてパピー用のベッドですね。これも今はもうちっちゃくなっちゃって使ってないんですけども、これがだいたい4000円ぐらいしましたね。で続きましてトイレシート。トイレシートはこれです。薄型の、1200枚入り、が5000円でした。これ1袋300枚なんですけど、これが4袋、来ました。で、1200枚入りで5000円で、この1200枚入りがちょうど生後6ヶ月ぐらいで全部なくなったみたいな感じだったんで、まあだいたい5000円ですね。はい、であと食器ですね。ちっちゃかった頃はこういうやつ使ってましたね、こういうやつ。これが多分500円ぐらいで、途中から、早食い防止用の皿に変えて、で結局最終的に使ったのはこれですね。これ、リッキーマットって名前だったかな。これ2枚で1000円でした。なんで2つ合わせて1500円ってことで、他にも使ったんですけど、結局使わなくなっちゃったんで、それは入れないです。はい、で続きまして給水皿、これはちょっとなんか100均っぽく見ますけど、100均よりちょっといいやつで300円ぐらいですね。はい、で給水器、これペロペロするやつね、ペロペロするやつ、両端についているやつ、これが1500円ぐらいですね、大体。はい、普段ご飯食べてるやつだからご飯入ってるかと思って。なんか爪切りですね。まあ自分でしないよって人もいるかもしれないですけど、うちは自分でやってます。これ2000円、ヤスリもついてて2000円ですね。ブラッシングですね。ブラッシング今使ってるのは、2つですね。ターミネーターってやつと、あとこういう簡単なラバーブラシってやつ、ゴムみたいな素材のやつですね。でこれがすごい高かった、ターミネーター、これは6500円
ペットショップで。で、アマゾンだと5000円くらいで売ってるらしいです。アマゾンで買った方がいいです。で、これは、ラバーブラシ。これ100均です。100均。100均で買いました。どこの100均なのかちょっと忘れちゃいましたけど、100均で売ってました。はい。続きまして、シャンプー。シャンプー。シャンプーはこれ、株式会社カモスの、バクテレスフォーソス。ね。シャンプー動画とかでも出てきたと思いますけども。これが大体1500円ぐらいだと思いますね。もうちょい安かったかな。ちょっと1500円ってことにしておきます。続きまして、消臭剤。これ結構大事だと思いますよ、消臭剤。これが大体400円ぐらい。これも400円ぐらいですね。これは置いとくタイプの、固形タイプのやつです。で、これ1ヶ月半ぐらいでなくなっちゃうんで、これ3つ目ですね、確か。3つ目。で、これ、1ヶ月大体1本ぐらい使います。で、4。で、かける4。はい。歯ブラシは最初こういう普通のタイプのちっちゃい用事用のやつ使って、で、その後に、これを見つけて、360度タイプのやつを見つけて、これ使ってます。2本しか使ってないです、まだ。はい。で、これは両方とも300円ぐらい。300円、300円ぐらい。あと、クレートですね。クレート。クレート2つあるんですけど、大きいのとちっちゃいの。大きいのはまだ一度も使ってないです。なんで入れないです。で、ちっちゃいのはお迎えの時と、あと病院に最初の頃連れてった時に、使ったぐらいなんですけど、でもまあ一応ちゃんと使ったんで、これも値段に入れたいと思います。これは、いくらだったかな？これ大体5000円ぐらいでした。はい。こういうやつ。こういうやつ。パピー用のですね。で、あとちょっと持ってこないんですけど、おもちゃ類。おもちゃ類が、まあ結構いっぱいいろいろ、なんか母親が買ってきちゃったりとか、あとまあ自分で買ったのとか、結構いっぱいあって、まあそれ全部足しちゃうと結構なお金になるんですけど、でもメインで使ってたやつを合計すると多分5000円ぐらいだと思いますね。あと、リードと首輪。これ見せるとパスがお散歩行けると思って興奮しちゃうんですけど、パス違うよパス、ダメ。これが、ちょっと知り合いからのプレゼントなんですよ。プレゼントで、まあつまり僕がただなんですよ。ただなんですけど、でも一応やっぱ値段入れた方がいいなと思って、でネットで調べてみたんですよ。これいくらしたか。やっぱね、プレゼントだから高いですね。リードが、まず首輪が2700円で、リードが3900円。これちょっと、でもこれ入れます。はい、入れましょう。でもこれ正直100均とかでも全然大丈夫だと思いますよ。あと肝心なのやっぱ餌代っすよね。餌代ね、パスタ、まあ、食いしん坊だもんな。パスタにあげてたのは、ロイヤルカナンのミニインドアパピーってやつの、大体ですけど2キロ買ってました。この2キロのやつが、1袋大体3500円ぐらいなんですよね。で、それを大体10袋ぐらいでしたね。6ヶ月までで。はい。なんで、3500×10。はい。餌も結構ピンキリでありますからね。まあ、あくまで参考程度に、はい、してください。基本的に必要な飼育道具ってそんなもんかなと思いますね。もちろんお金かけようと思えばいくらでもかけられますからね。僕ももういろんな必要なもの買っちゃいましたけど、結局ね、使ってないっていうのが多いんで、それは入れないです。で、今思い出したんですけど、うちこの床、これをパスタ迎える前にクッションシートにしたんですよ。全部この白いやつ。真っ白でしょ。真っ白。一面、クッションシートにしました。この値段が2万円しました、2万円。これを入れるのを忘れてました。さらに、うちの場合は、動画見てる方はわかると思うんですけど、この上に、ヨガマットを、敷くことがあります。運動させたりとか、あと遊んだりとか、まあ、興奮してる時なんかは。あと、まあ、くつろぐ時なんかも結構、ヨガマット敷いてますね。こういうやつなんですけど、こういうやつ、ね、これが大体1枚2000円ぐらいかな。6枚使ってるんで、1枚2000円で、続き、あとエアコン代ですね。かかる費用といえば、でもエアコン代って、まあ部屋の広さとか、あと使ってるエアコンの種類とか、まあ、あと迎え入れた時期ですよね。で、だいぶ変わってくると思うんですけど、うちの場合はまだ夏を迎えてないってことと、で、エアコンが結構新しいエアコンなんですよ。新築の賃貸なんで、で、備え付けのやつ
なんで電気代も割と抑えられるやつで、しかもね一人暮らしでっていうことなんで、あんまりかかってないで、だって言っても1ヶ月2、3000円だと思うんですよねエアコン代って。うん、真夏はねもっとかかるんでしょうけど、なんでまあとりあえず3000円ってことで、3000円かける4ヶ月ってことで計算しておきましょうか。1日100円って感じですね。1日100円計算1日100円エアコンという感じで、まあざっと書き出してみたんですけども、まだなんかあったかな、ちょっと後で気づいたりとか、あとコメントでね視聴者さんに教えてもらったりとかしたら概要欄に、書いておきます。はい、追記しておきます。でちょっと今計算してないんで後で編集で付け加えますけど、全て合計のお値段がこちら出ましたか。このお値段です。このお値段やっぱさ、こんな買ったんだぞお前、いくら買ったかちょっと分かんないけど今のところね、という感じです。どうでしょう、参考になりましたでしょうか。いつもねこの情報役に立ったよとかね思ってくださったら、ぜひ高評価、そして、チャンネル登録を皆さんよろしくお願いいたします。今後も豆腐とパスタをよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。バイバーイ。